ちょっと無理。今回は三国志14実況していきたいと思います。前回は、金融攻略から古老館を攻略し洛陽攻略準備が整ったところまで。むしろ、洛陽攻略ではなく馬超を捕まえに行くのがメイン。馬超を捕まえられなかったら意味がないレベル。じゃあ、馬超を追いかけ捕まえようとする劉備軍、頑張っていこう。古老館向けの兵輸送はもうじき到着。ってことは、そのまま洛陽攻めか。関羽、張飛はそのまま洛陽の地域確保へ向かわせて挑発するよ。承知、メシか。出てきたら少ない兵をさらに減らせて攻略が楽になるのか。何をで？任せてくれ。動きはなしか。呂布も馬超もいるのになぁ。さあ、古老館から勝者コンビを出陣させよう。今回の楽しみの一つは、関羽の統率がどこまで上がるかもあるなぁ。このまま行くと、勝者要因だからねぇ。あ、伝与もか。伝与は、今で80あるから、楽勝で100いきそうだねぇ。出陣する。総攻撃開始。伝与と関羽の進路が交錯して無駄があったか。霊の方が出てきたか。大丈夫、張飛と劉備が迎撃に向かってるから問題ないわけ。天下無双、張飛様のお通りだ。自分は通るのに、他は通さない。なんだと。これで、あとは城壁を壊すだけ。第一形態。かかれよっと。攻め立てよ。最終形態。かかれ。容赦するの。かかれ。ここで関羽が壊滅。関羽の犠牲で、洛陽を攻略。馬超くんを待たせー、劉備さんが迎えに来たよ。その前に検定さんがお出迎え。どうするの？いやいや、劉備さんは五冠を助けるため挙兵したわけで。はい。はい、してもいいかなと思ったけど、まあ、遠い一族だし、武将じゃないからせー、ということで。範囲の選択があるのがまずいと思う。あ、公祝と呼んでもらえるのか。これは助けた甲斐があったねー。なんか、前は結構疑われたけど、劉備だと評価してもらえるのか。今度こそ馬超くん、お待たせー。あれ？いない？逃げられたのか。仕方ない、余霊機だけ投与を試みて、あとは解放か。はい、だねー。納得がいかないけど、地の果てまで馬超と甲虫を追いかけていくよ。尺維持よってことは、これで終僕か。采配武将は強運で内定済み。検定擁立イベントとかあったんだな。かなり美味しい結果がついてくるからありがたい限りだよ。で、馬超と甲虫は今どこに？馬超は長安、お隣だな。甲虫は？は、惑水館。どこだっけ？地の果て？馬超と甲虫獲得は董卓滅ぼすしかない気がしてきた。ほんとひどいところまで左遷されてるな。そして、反董卓連合が解散となり、速攻で動き出す諸侯ども。陳留には早々と勇退が。行には炎症が。
ほんと半島オタクだけで組んでた連合感強いな。まあ、史実的にも内部抗争があったらしいしね。攻め立てよ。陣入を取ったのは幽体軍。今日は炎症。これで諸侯の動きが活発になるだろうけど、どんな感じになるか楽しみだね。進軍せよ。東卓軍を攻めなきゃないので、東の守りを強化すべく土塁を建設中。てか、建設しすぎじゃ。東に兵を割く余裕がないから、土塁と孤狼艦で守りきるスタイルだよ。平地には土塁、地域に限界まで土塁、土塁祭りな孤狼艦前。土塁建設中に幽体軍が邪魔してきたので撃退。定山の長州、押して参る。今回はこのセリフを夢に見るのか。まさか。東の守りを関羽に任せ、劉備が東卓征伐兵。なんか、呂布が突っ込んできたんだけど。定山の長州、押して参る。函谷関攻めの妨害に来たようだね。けど、暴走してる。ほんとゾック虫は強いけど、きちんと考えないと補給線を切られるだけなんだよね。よっこそ短期賭けが見合ってる気がする。で、呂布を撃破。邪魔だった陣を撤去して。総攻撃開始。打ち組むぜ。仕掛ける。さすが国門固いな。こういうところを少数の兵で後ろから攻撃とかあれば面白いのにね。左右の山に弱点があるらしいしな。で、また呂布さんが来たけど。バウンヨット誰か連れてきてるね。けど、もう前塞いでるから何もできないんだよな。攻撃。きちんと眼光で来なきゃねー。容赦するのやるぞ。また追加だった。劉備先生、あまり兵を投入するのはおすすめしないけどねー。と、霊夢が言ってる間に函谷関攻略。損害は出たけど、楽勝だったねー。あとは函谷関攻略を完全に来た人たちに帰ってもらったら終わりだな。なんだかんだで軍兵まで来てるし。全部で3万には来てたのかな。また呂布さんがご帰宅。領事が突撃していった。一同が一一騎打ち。まあ、文平さんがかわいそうなレベル。メイヒと長飛、ここにありつけな。大将同士で勝負だ。ですよね。おいおい、もう終わりかよ。まずいな。よろせるな。カウンヨクさんもご帰宅して。上がっても人がいないので使えない。やってくれたな。定山の長州、押して参る。上位に続いてダメ押しの調子。運転を倒してお掃除終了。邪魔な砦を破壊に出かけたら大爆発。あの規模なら全滅してるんじゃないかな。普通に家計の域を超えてる気がするよね。遊びに来てた幽体軍の一員と。
と半生も撃破。弓やグラガンに壊されたので、土塁を2箇所建設。もう土塁壊さなきゃ苦労艦まで来れない状態。東は関羽に任せて、同艦攻略兵。苦労艦は関羽が守りきるわず。詩人も美方もいないから、多分大丈夫だと思うけどね。できれば、宝数さんをつけてあげたいよな。演技情報かもだけど、馬があったらしいからね。また観客がいっぱい来た。馬長さんがいるね。捕まえるのは無理かな。撃破で終わりだろうな。韓国艦に続き同艦を攻略。上岸まであと少し。あ、捕虜がいる。女性武将だけ投用を試して。はい、安定の拒否。じゃあ、解放で。幸運は忘れません。あとは艦船に来た方々にお帰り願わねば。準備さんが大暴れ。漁港さんご帰宅。運勢さんは縁が早々に攻められたのでご帰宅。上運を眼光で再出陣させ。馬長を撃破だけ。で、突撃する飛君。無事翼も撃破し、同艦攻略戦終了。というところで今回はここまで。反東卓連合が解散して、東卓軍と戦ってるのは劉備軍と曹操軍だけの状況。まあ、元からうちと曹操軍しか戦ってなかったけどな。そうなんだけどね。今後は、洛陽を盾に、西へと進み馬長、甲冑を獲得するべく頑張る予定。じゃあ、馬長、甲冑を獲得するべく東卓軍と戦う劉備軍の活躍を、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。